宇ツボ公園を南北に貫く玉井橋と蛍町、何は筋は大阪府大阪市を南北に走る幹線道路。区間は大阪市北区の大淀中1交差点から西成区塩路2丁目までの約 8.3km。全線大阪府道41号、大阪板見線及び都市計画道路、鹿島天下茶屋線のそれぞれ一部区間にあたる。 戦災復興都市計画によって新設された南北幹線道路で都心部の都サボリ1交差点塩草2交差点間は片側3車線、それ以外は片側2車線となっている。都心部は御堂筋をモデルに作られており、2本の分離帯で本線と側道に分かれる同じレイアウトだが、福音が40メートルと御堂筋の24間に比べてやや狭いものとなっている。また、 長堀川と道頓堀川への架橋については、御堂筋の新橋と道頓堀橋がどちらも福音24まであるのに対して、何和筋の西大橋と西道頓堀橋はどちらも福音22メートルとかなり狭いものとなっている。なお、長堀川の埋め立てに伴って西大橋は撤去されており、西大橋交差点は福音40メートルが確保されている。 中央分離帯がないため本線右車線が右折専用となっている箇所が多いが、一方通行改善の未同筋のような大渋滞は、まず起こらない。長らく、西成区北部の長橋交差点を南端としていたが、1996年以降西成区内で南進工事が行われ、2003年4月には鶴見橋商店街を越え、西成区梅南2丁目付近まで暫定開通した。 さらに2010年3月30日14時には、西成区バイナン2丁目付近から、ドーク区オ時2丁目付近までの 1.09km が、暫定に車線の対面通行で共用を開始し、全線開通となった。2013年2月22日午前に、バイナン2丁目付近、岸の里交差点間が4車線に拡幅された。関西国際空港へのアクセス向上のため、 北梅田駅と JR 南波駅及び南海新南波駅、新今間宮駅を結ぶ地下鉄何和筋線計画がある。北区、福島区、西区、にわ区、西成区、北区、福島区、北区、北区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 西区、にわ区、西成区、宇都穂本町一交差点、福島区、北区、北区西区、にわ区、西成区。ありがとうございます。